ドナウ大局は、ハンガリーの一地方である。ドナウ大局、ドナカニャル。日本では、ドナウベンドとして紹介されている例が多いが、これはドイツ語のドナウに、英語のベンドをつけた造語で、日本の観光業者の造語と思われる。さらにドナウベントという表記も見られるが、いずれにせよ、ハンガリーの地名に英語名を用いるのは、本来おかしいので、ハンガリー語名のドナカニャルか。 ドナウ対局という訳語を用いるのが望ましい。ハンガリー語の図が、ダンは、ドナウ川の意で、今夜、KR は、曲がり角、カーブの意である。ドナウ対局は、ドナウ川のハンガリー領内、エステルゴム市から、ブダペスト市に至る区域。この区間では、ドナウ川は、ベルジェニー山地とビシェグラード山地の間を流れており、ウィーンの方から東西に流れてきていたドナウ川がここで、 南北に方向を変え、ブダペストに向かう。ハンガリーにおいては最も風光明媚な観光地である。現在、ドナウ大局は世界文解散に登録申請中である。1991年2月15日には、ドナウ大局の中心都市のビシェグラード市で、チェコスロバキア、ハンガリー、ポーランドの3カ国が友好と協力を進めることを目的として、首脳会議を開き、 ビシェグラードグループが結成された。ドナウ対局。ビシェグラード市の上山より上流を望む。向かって右側はナジマロ州市。ここの上流にエステルゴーム市が下流にブダペスト市がある。上の定義は競技のドナウ対局である。抗議のドナウ対局は、 ドナウ川が大きく曲がっている部分の子により挟まれた、ドナウ川の右岸と川の北側にそびえる、ベルジェニュ山地のペシュト県側の部分、ドナウの湾曲部に挟まれた、ピリシュ山地、ビシェグラード山地とその貸し地域をも含む。ドナウ川によって貫通された渓谷らしく、変化に富んだ山地に囲まれている。手入れの行き届いた森林公園や野生動物保護区、避暑地としての菓しのリゾート施設。 大小様々の島々があり、水上スポーツや冬のスポーツにも適している地域である。土木王だけより、ドナウ対局を望む。ありがとうございます。